はい、それでは次はバイクパートのアイテムを選んでいきましょう。はい、はい、実はもう最初に電屋さんの情報をお店のスタッフの方に伝えて、はい、自転車を選んでおいてもらいました。おー、はい、ありがとうございます。こちらです。あらー、かわいい、ね、で、この自転車選びのポイントを、はい、このスタッフの方に聞きたいと思います、うん、はい、はい、では、今野さんお願いします。今野さん、はい、じゃあすみません、今日はよろしくお願いします。お願いします。本日こちらチョイスさせていただいたバイクなんですけど、はい、まず、女性と、初心者の方に、まあ、一番の、ポイントとして選ばさせていただいたのがこのディスクブレーキっていう、機構を使った、バイクになるんですけど、女性の方だと握力が結構弱くて、うん、強い制動力を得られないっていう心配をされる方が多いんですけども、はい、弱い力で強い制動力を得られるようになっているんですね。なので非常に初心者の方でも、女性の方でも安心してお乗りいただける、仕様のバイクになってます。あとは、初心者の方だと大体そのバイク このサイズ、フレームサイズっていうのが、まあ、どのサイズを選べばいいのかわからない、全然わからない、そのサイズが合ってないとかなり乗りづらくなってしまうので、はい、やっぱりそこは女性の方も初心者の方も気をつけていただいて、まあ、電屋さんの身長が158センチということなので、はい、こちらの44っていうサイズをチョイスさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、では自転車を選んでいただいたところで、はい、続いてウェアですね。はい、こちらを用意しました。あら、かわいい、ね、デザイン性がある、はい、とても素敵ですよね、はい、はい、そして自転車のウェアで一番大事なところ、はい、はい、サドルが高いです、ね、硬いでしょ、硬い、ね、すごく硬いです、はい、でこれでお尻痛くなって嫌になっちゃう人もいるぐらいなんですよ、うんうんうん、そのためにこういった自転車パッド入りのパッドです。ちょっと触ってみてください。あ、柔らかい、ね、ふわふわしていてそのお尻が痛くなるのを防いでくれます。これは痛くならなさそう、はい、そして、はい、大事なものヘルメット、うん、こちらも用意してあります。はい、自転車に軽く作られた、本当に 軽いけどきちんと頭を守ってくれるものなので、はいはい、これも使って走ってみます。はい、